はい、どうもこんにちは、ジェット大介です。じゃーん今日も、ケントキさんの例のカメラバッグですね。この例のカメラバッグの中に今回何が入ってるかと。先ほどね、ツイッターを見てたら大変なものを見てしまいました。僕のお友達の鍋さんが、すんごいことを言ってるんですよ。ライカのレンズ。ズミクロンとか、ズミロックスとかいうのは、焦点距離のことを言ってるのかと。なぁ。 落胆しますね。<laughs> 落胆しますね。オールドカメラ、オールドレンズ使いの鍋さんが、ズミクロンとズミルクスの違いも知らない。はい、説明しましょう。えー、この、このカメラバッグ、例のカメラバッグの中に今日は何が入ってるか。てれりろりろりろりーん、じゃんはい。こちら何でしょうこのレンズははい。 えー、28mm のレンズですね。えー、ライカのレンズでございますけども、こちらご覧ください。名前、なんて書いてあるでしょう。エルマリート M、28mm ですね。エルマリート M、ね、エルマリートです。えー、F2.8、F2.8 のレンズ、こういうのをエルマリートと呼んでます。現行レンズですよ。 今日はあくまでも原稿レンズだけの話をします。原稿レンズ以外の話もしてしまうと、オールドレンズの話も入ってくると、ものすごくややこしい部分もあるのでね。原稿レンズだけのラインナップで話しますと、F2.8、開放 F2.8 のレンズはエルマリートです。ライカの場合。ね。覚えといてね。で、えー、買う人は覚えといてください。はい。次に出ましたの、これはあれなんか、これ、カビてねえか、これ。 えー、こちらはですね、えー、75mm のレンズが飛び出しました。これは何ていう名前でしょうか開放 F 値がですね、F2.4 なんですが、これ名前、名前見えるかこれ名前見えるかこれ読める読めるズマリット。ズマリット。ズマリットは原稿で言うと F2.4。 解放 F2.4 です。ね。もう一回言いますよ。F2.8 がエルマリート。そして F2.4 がズマリット。ね。はい。現行レンズでの話です。さて、どん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 明るくなるのかねこれは。じゃあ、はい。例のカメラバッグからまた取り出しましたの。これは、なんでしょうえー、50ミリ。 ね、50mm のレンズでございますけども、じゃんこれが有名な、これが有名なズミクロンです。ね。ズミクロンは F2 です。はい。これ見て。絞り、開放絞り値が F2 でございます。F2。ね。F2 の、開放 F2 のレンズを、えー、現行ではズミクロン。 と呼んでおりますねズミクロン 35mm とか、ズミクロン 50mm とかね、えー、結構いいレンズいっぱいありますね。ズミクロンバシッピシッと映るね、最高にいいレンズですね。ほんと大好きですよ。さて、まだまだ明るいレンズがあるのかい ?F2.0 よりも明るいレンズ。ニョん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 ニョンニョドーン これはですね、シルバーですが、まあ私が所有してるのがたまたまシルバーなだけでね、ブラックもあります。えー、同じく50ミリですね。こちらは、はい。えー、これが、かの有名な、かの有名な、これが、ズミルックスですね。ズミルックス、ついに来たズミルックス、え解、ー、放 F 値が、1.4! ね。 絞り開放 F1.4。そういうレンズを、えー、35mm でも 50mm でも関係ないです。焦点距離は関係ないです。絞り開放 F1.4 のレンズをズミルックスと。すんげー明るいって意味だね。ズミルックス。ね、すんげー明るい。めたくそ明るいぜっていう意味だね。まあ今となると普通ですよね。F1.450mm ね。はい。 今となっては普通なので、え、こういうレンズを何十万も払って買うのってどうなのっていうね、非ライカユーザーの方からはそういう目で見られてしまいがちです <laughs>。ただ、あなたこれ見て、見てみなさいってこの、この成功な作り。これ、このヘリコイド触ったらもう、瞬殺ですよ。このヘリコイドの動き、この絞り輪の動きとか触っちゃったらもうね、 あはあはずっとね、あの、取りつかれたような感じ。愛しい人、愛しい人ってなる。うん、わしら取ってないよ。<laughs> ってなるよ。なります。はい。そしてさすがにこれで最後です。えー、例のカメラバッグから最後に出てくるのは、で、ね、んねんねんねーん。おや、こちらも50ミリですね。はい、50ミリでございます。もう最初に見せちゃおう、これ。開放 F 値が、絞り開放。 F0.95! えもう一回見るねえ、ねえこれ一1.4の、1.4からまだあるんだよ、ここ。0.95! なんだこれ <laughs> なんだこれどん、ずいぶんでかいね。F0.95 ってなるとでかいね。これ読めるかな読めるかなこれがかの有名な。かの有名な。 ノクチルックスですね。ノクティルックスですか。日本名。ノクティルックス。はあ、これはですね、えー、F1.2 が初代だったんですけどもね、F1.0、F0.95 となって、これが現行品なんですけども、えー、ズミルックス、開放 F1.4 のレンズよりも明るいものに、ね、F いくつとは限りませんけども、F1.4 のレンズよりも明るいもの、 f1.2 でも、f1.0 でも、f0.95 でも、明るいものにノクティルックスと、名が付きますね。さすがにこれ定価で買うと130万超えてます。<laughs> 130万超えてます。私もね、あの、中古で買いましたけども、大層な値段ですよ。まあ、100万ぐらい払ってますよ。ええ。その代わり、これの移りっていうのはね、もう、 たまりませんぞ。<laughs> ほんま、たまりません。はい。ということで今日の例のカメラバッグ劇場は、えー、ライカのレンズのね、明るさについてお知らせしました。あくまでも、あくまでもね、現行レンズに関してのお話をしたまでですので、えー、またちょっとね、 あの、バリ、バリエーション的にちょっと違うものがあったりとかね、えー、いろいろあるんですけどもね、古いレンズなんかでもね、ちょっと違ったりするんでね、その辺は、えー、古い書物で、えー、読み漁ってみると面白いかもしれませんね。えー、何もね、ウェブで探して出てくる情報ばかりではありません。はい。古い情報とかはね、書物で、 探した方が見つかる場合もあります、えー、ということで私のブログのねリンクなんかも貼っときますんでね、えー、参考にしてみてくださいはいそれでははい一旦終わりましたけどもねもうちょっと話し足りないことがあるんでね話させてください、えー、ライカの バルナックライカ時代のね、石を築いたレンズ、えー、エルマーというのがありますけどもね、エルマー5 0ミリというレンズがありますが、まあ、これをね、えー、深く説明する気は今はありませんけどもね、沈動式レンズです。ね、こう、沈動しますね。沈動中ではありませんよ。沈動します。沈みます。えー、こういうね、エルマー。沈動するエルマー。 というのでね、現代のレンズでもね、似たようなのがありまして、これね、さっき買ってきたばっかりでね、あの、まだ開封してないんだけどもね、マクロエルマーというのがあります。90mm。えー、まあ、厳密にこれマクロ、マクロっていうかマクロアダプターをつけないとマクロにならないんだけど、えー、マクロエルマーというね、沈動式のレンズがあります。まあまたいずれね、レビューとかしますわ、これは。はい。じゃ次。えー、ズマリット。 f2.4 の原行レンズね、ズマリットというシリーズがあると申しましたけども、ズマリットというのは、最初はこれでした。50mm。50 mm、5 0ミリの f1.5 です。開放 f1.5 のレンズをね、ズマリットと呼んだわけですね。ズマリットというのは、えー、オールドレンズの時代にはこれ1本しかありません。これ1つしかありません。えー、ズマリットの後を継いだのが、 これね、50mm f1.5 ですよ。ズマリットの後を継いだのが、50mm f1.4 のレンズなんですけどもね。それがですね、先ほども登場しました。えー、ズミルックス。伝統のズミルックスですね。先ほど出たのは、現行品のズミルックス。今の現代レンズのズミルックスですが、こちらは、初代のズミルックス。美しいんだ、この造形がね。 素晴らしいんですよ。50mmF1.4 ズミルックス。ズミルックスというのはここから始まったんですね。で、この、これは初代、貴婦人と呼ばれてるレンズです。相性が貴婦人ですよ。こっから脈々と何代にもわたって現行レンズになってるわけですね。こうやってね、あのー、名前が受け継がれていくわけです。名前がこう、これがズミルックスだよ。 次のモデルは違うよじゃなくて、ズミルックスという名前がね、脈々と受け継がれていく。しかもこれは50ミ、mm、リですけども、えー、例えばこちらにございますのが、こちら35ミ、mm、リのズミルックス。これもね、昔のものなんですけどもね。焦点距離違ってもいいんです。えー、とにかく F1.4 のレンズをズミルックスと呼びます。 はい、それからね、開放 F 値が F2.0 のレンズをズミクロンと呼ぶと申しましたけども、ちょっと変則的なものがありまして、まあ、ズミクロンっゃズミクロンなんだけども、こちらご覧ください。アポズミクロン。ね。このレンズフードの先っちょ。アポズミクロンと書いてありますね。そういう名前なんです。ズミクロンではありますけども、アポとついております。 アポズミクロン。こちら 75mm、ああ、75mm と 90mm のレンズですけどもね。えー、焦点距離は違えどもどちらもアポズミクロンというものですね。解、えー、放 F 値は F2 です。アポクロマート補正が施されてます。ね。アポクロマート補正。 えー、以前にもねいろんなレンズでアポクロマート補正ですよっていう話はしましたけどもねわ、えー、からない方はググってみるといいんじゃないかなと思います。アポクロマート補正をしたズミクロンのことをアポズミクロンと呼んでおりますね一説にはね今アポズミルックスも研究開発中なんではないかなという話もあったりなんかしてねドキドキしてしまいますよね。<laughs> 自分の持ってるズミルックスよりもちょっといいのが出てしまうって思うとドキドキしますよね。一生ものだと思ってライカのレンズ買ってるからね。一生ものだと思ってるのにさらにいいものが出てしまうのがどうしようかなと。家売ろうかなみたいな感じになってしまいますよね。はい。ということでね。えー、皆さんも沼の入り口にご招待できたんではないかなと思います。はい。またね。 沼の深淵の覗き込みたくなったらね是非おいでください。それでは